第12幕ゲコプヨパニック。から死ぬっての。トラウマになるのです。もう見逃されるのは嫌。ああ、どこ？ここ。さっきまでの場所と全然違うね。とりあえず、あたりを調べてみよう。怖っ、底なし沼みたいじゃね。このまま進んだら危ないね。ゲコ、ゲコ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 。なに、このカエル。なんだこいつ、普通のミラージュじゃなくね。ゲコ、ゲコ、ゲコ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 、ゲコゲコ、なのです。ゲコ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 です。え、まさかわかんの。当たり前なのです。これはトードの呪いにかかった人の言語なのです。人なの？当たり前なの。そうなのです。ゲコ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 です。ゲコゲコか、ゲコ。なんだって？どうやらあそこの金色のカエルに呪いをかけられたようなのです。じゃあ、あれをやっつければいいのか。そうなのです。まずはいつものようにガーデンジェム化するですよ。よし、任せとけ。逆にカエルにされないようにね。俺一人で行くの？二人ともカエルにされちゃったらまずいでしょ。おお。なんかすってね。ランが、たまにはとても口に出せないひどいことを言ったのです。まThank you.
で助かったぜ。よかったですね。あんたたちは命の恩人だ。あ、俺はスノー、この沼地にいるぷよぷよをぶっ飛ばしに来たんだ。だけどその途中でさっきの金色のカエルを見かけてよ、なんか珍しいなって触ってみたらカエルにされちまった。それで一生カエルだったらどうしたもんか、俺って虫食えたっけなとかいろいろ悩んでたらあんたらが通りかかったってわけだ。いやほんと助かった。ありがとうよ。ちょっとツッコミどころがありそうだけど、まあよかったな。ラーンにツッコミどころを見つけられるなんてなかなかの人なのです。で、あんたたちはどっから来たんだ。ニブルヘイムからここまで流されてきた。そりゃあんたらも大変だったな。しかしニブルヘイムってこの上の大陸だろ。よく生きてたな。俺らもそう思う。てか、もしかしたら慣れ？慣れたくないよ。そして、この辺りのぬかるみで出口も探せずに困ってたところなのです。まあ確かに、ここらのぬかるみは普通に歩こうとしても無理だな。じゃあスノーはどうやってここまで来たんだ？こうすんのさ。いらないってスノーでいい。それと召喚師ってほどちゃんとしてるわけじゃねえんだ。お、まあそれはいいって。それよりそっちはどうすんだ。ここから出たいってなら案内すっけど。スノーは最初に言ってたぷよぷよをぶっ飛ばしに行くの。そうだな、こっからならそんなに遠くねえからな。それってミラージュ。ああ、ちょっと因縁があるやつだ。なら俺たちも手伝うや。お、いいのか。私たちミラージュを集めながらの旅なので、ミラージュをぶっ飛ばすのに付き合った方が得ってわけです。へえ、なるほどな。じゃあ一緒に行こうぜ、あのムカつくぷよぷよをぶっ飛ばしに。ありか。
出しちゃおっと。これくらいならね。
ってことないって。マジで。
暇だ。よかった。
強い。かかってこい。Thank you.
だな。さあ、今日こそぶっ飛ばし尽くしてやるぜ。でけえ。これぶっ飛ばせるとは思えないんだけど。根性でいくぞ。この山、眩しくてブヨブヨだ。私たちこれから山と戦うんだって。目がチカチカするのに。倒したけど、姉ちゃん、なんか手応えがおかしくなかった？そうね、最後は元の形に戻っただけみたいだし、ちゃんと倒せてないってことかな。ちょっとぶっ飛ばし足りねえ感じかもな。ねえ、どうしてあのプリンを倒そうとしてるの？あいつは放っておくとどこまでも大きくなんだよ。前に今より何倍もでかかったあいつに村が襲われてよ、結構な被害が出たんだ。でもこうやってたまにぶっ飛ばしとけば大きくなるのもある程度防げるってわけだよ。大大大大大迷惑なプリンだな。まあでも今日はお前らのおかげでいつもよりやっつけられたから、しばらくは町を襲ったりできねえだろう。さてと、こっから先の沼地はもう乾いてるみたいだから普通に進めると思うぜ。そんじゃまた縁があったら会おうぜ。冷たい魔法ばかり得意なのに熱い兄ちゃんだったな。そうだね。じゃあ私たちも出口を目指そう。やっと普通に進めるのです。